はい、こんにちは、MB です。今日は最も賢くおしゃれになる方法をお教えします。僕から見るとですね、ファッションのプロとしてやってる僕から見ると、こんなところにお金かけなくても本当はいいのになとか、ここケチっちゃダメなのになと思うところってたくさんあるんですよ。結構多くの人がそれを思いっきり間違えてるので、今日はですね、お金のかけどころとかけなくてもいいところ、その辺を整理してお伝えしようと思います。これって仕事に関してもそうだと思うんだけど、会社って何でもかんでも事業に投資するわけじゃないじゃないですか。結果が伸びやすいところにボンとお金と人的コストを入れて、リソースを入れて、で、結果が伸びにくいところっていうのは諦めて損切りしたりするって普通のことですよね。会社の経営でも普通のことだし、例えば投資でも普通のことですよね。伸びやすいところはお金を入れるし、伸びにくいところは損切りするって当たり前の感覚じゃないですか。でもなんでファッションだけ、そのどこにお金をかけるべきか、どこにお金をかけないべきか論って存在しないんでしょうか。今回はなるべく賢くおしゃれになるように、どこにお金をかけるべきで、どこにお金をかけちゃいけないのかっていうお話をしましょう。まずですね、お金をかけてはいけないところ、いけないって言ったらちょっと語弊があるんですけれど、服にめちゃめちゃ興味がある人は全然かけてもいいんだけど、基本的にそのお金を抑えてなるべく安くおしゃれをしたい、なるべく安くめちゃめちゃかっこよくしたいと思ってる人がお金をかけちゃいけないところ、これは正直な話、洋服です。洋服全般です。 T シャツもシャツもニットもパンツもアウターも全部です。全部基本的にお金かけなくても OK です。これもちろん繰り返す通りなんですけど、洋服好きな人、例えば僕みたいに洋服大好きな人が安い洋服で我慢できなくなって、よりこう職人的なものづくりだったりとか、よりいい素材だったりとか、より面白いシルエットだったりとか、そういうところでお金をかけていくっていうのはもちろんありなことなんですけれども、なるべくお金をかけずにおしゃれに見せたい、なるべくお金をかけずにかっこよく高級感を出したいっていう思いがとにかくある人、つまり洋服にそこまで心血注いでない人は、はっきり言って洋服にお金をかけるべきではありません。なんでそんなこと言うかっていうと、正直今僕が着てるこれだって1900円とかのシャツです。ユニクロですけれども、でニットとかも今ユニクロのニット、例えばエクストラファインメリノウールのニットですね、こちらですね、エクストラファインメリノウールのニットとかっていうのはもうさ2900円とかで買える、感謝祭とかあと1900円とかで買えるんだけど、このぐらいの価格で正直2万円ぐらいのニットと見ても 見劣りはしないです。もちろん若干の違いはありますけど、はっきり言って一般レベルではほとんどわからないぐらいの品質になってます今で。デニムもカイハラデニムで、ユニクロが使ってるカイハラデニムってカイハラの会長が一回インタビューに答えてましたけど、カイハラのデニムってハイブランドも使ってるしユニクロも使ってるけど、一体どういう違いがあるんですか会長ってぶつけたら、カイハラの会長は子供投げに、いや何も変わらないです、同じですよって言ってるんですよ。同じなんですよ。厳密に言えばちょっと違ったりするんですよ。もちろんユニクロのカイハラのセルビッチデニムとハイブランドのセルビッチデニムって微妙に違ったりももちろんするんですけど、ただはっきり言って旗から見た時に、一般層が見た時に違いが分かるかって言われたら、もう違いなんて分からないですよ。カシミヤのコートを1万円台とかで出してるでしょユニクロって。ウール100のコートとかもそのぐらいの金額で全然出せてるじゃないですか。でユニクロで困ることなんてないし、ユニクロ、GU、ザラ、H&M、 無印良品、このあたりで、あとワークマンとかプラスしてもいいけど、このあたりではっきり言って洋服ってのは着こなし方次第、この MB チャンネルで何回も説明している通り、着こなし方次第でいくらでもおしゃれになれますから、そんなに興味がないんだったら別にユナイテッドアローズ買う必要も全然ないし、ビームス買う必要も全然ないし、ディオール買う必要もないし、マルジェラ買う必要も正直ないです。ただそれは興味があって洋服が好きっていう人が勧めばいいだけの話で、人類全部それを買わないとおしゃれになれないかのようにファッション雑誌はよく言ってますけど、そんなことは全然ないです。はっきり言って洋服はお金かけなくてもいいです。僕は月に5000円ぐらいでも全然おしゃれになる自信があります。じゃあどこにお金をかけるべきなのかっていうと、実は3つポイントがあります。一つ一つ説明していきましょう。まず1つ目、かけるべきポイント、一番重要なところかもしれません。かけるべきポイント1つ目は靴です。はい、靴ですね。靴はですね、ちょっとお金かけ、靴。新潟だと靴な気がするな。靴。どっちだ？わかんない。靴。
靴です。どっちやねん。靴です。靴はお金かけても大丈夫です。なんで靴をお金かけて大丈夫か、大丈夫か、大丈夫っていうか、靴はお金かけた方がいいです、正直。ただ、もちろん、その、コンバースのオールスターとかね、なんだろうな、トムスの、スリッポンとか、まあ、数千円で買えるじゃないですか。あれが悪いって言ってるわけじゃないです。あれでも全然いいですし、GU の革靴とかも900円とかでローファー買えたりするけど、そういうのでも全然構わないんですけど、靴は、たまに、ドカンと投資しても全然大丈夫です。なんで大丈夫かっていうと、はっきり言ってですね、はっきり言っちゃうとあれなんですけど、靴は正直そんなにトレンドないんですよ、はっきり言って。特にスニーカーはトレンド結構強いんですよ。ダッドスニーカーが流行ったと思ったら、今度はシンプルなものが流行ったり、ジルサンダーのシンプルなものとかが流行ったりだとか、まあいろいろこう波があるんだけど、はっきり言ってこういう革靴はそんなにトレンドないんで、一回投資して高いの買えばかなり長い期間正直使えるんですね。例えばこれも、プレミアータっていうイタリアのブランドですけど、僕が買った時で7、8万ぐらいだったかなと思うんですけど、この形って実はずいぶん前からあるんですよ。このストレートチップの細身の薄いソールのプレントじゃないや、ストレートチップのシューズっていうのはプレミアータ昔から結構やってます。で、正直こんなデザインって10年前も普通にあったし、普通に高級品として売られてるんですよ。だからトレンドほとんど回らないんですね。で、例えばブーツとかもこういうドレスブーツ、これサンローランですけど、サンローランのドレスブーツとかって全然毎年形変わってないです。ヒールの高さは変わるけど、正直これって本当に定番でずっとずっと使えてますし、僕こんなシャープなサイドゴアブーツって別にサンローランじゃなくても、本当大学生の頃からこういうサイドゴアの細いデザインのものってもう本当にド定番ですし、サンローランが別にこれデザイン作ったわけじゃないからね、普通にド定番でこのぐらいのポイットとの細いデザインのサイドゴアブーツって全然昔からドレスシューズとしてあるものなんで、これ10万ぐらいしますけど、10万使っても10年ぐらい使えたりするんですよ、本当に。で、さっき革靴トレンドが回らないみたいな話したけど、なんでトレンドが回らないかっていうとですね、そもそも高くて普通の人買わないからなんですよ。男性って、買うアイテムって結構限られてて、例えば T シャツとかデニムとかっていうのはコロコロ買う人が結構多いんだけど、革靴って正直そんなにみんな買わないんですよ。特に普段着用の革靴って。普段着だと大体みんなサンダルかスニーカー履いてるじゃないですか。いや、そんなことないよって思う人は服好きの、人ですよ。普通に街に出て、例えばカフェとかでしばらく歩いてく男性をの足元見ててください。ほとんどがサンダルとスニーカーだと思います。で、革靴を履いてる人ってのは基本的にビジネスのスタイルで革靴を履いてる人です。普段着で革靴を履いてる人って実はまだまだそんなに多くないんですよ。もちろんローファーとか散々流行ってるし、GU とか全然売ってるけど、それでもまだまだスニーカーとかサンダルが圧倒的に多いんです。考えてみればわかりますよね。皆さん胸に手当ててみればわかると思います。高い革靴ってほとんど買ったことないはずなんですよ、皆さん。で、だからトレンド回んないんですよ。トレンドっていうのはどういう風に回っていくか、アイテムって一回買って時代遅れになるまで寿命があるわけなんですけど、これも古臭くて着れないなみたいなのあるじゃないですか。例えば80年代のオーバーショルダーのジャケットを舘ひろしさんが着てたやつとか、アブデカで着てたやつとかって、今着たらおかしいじゃないですか。ね、バブル時代の洋服とかって今着たらおかしいでしょ。で、1990年代後半のビジュアル系のスタイルとか着ても今着ててもおかしいじゃないですか。2000年代前半のギャル王のスタイルとか今着ててもおかしいでしょ。絶対洋服ってのはトレンドがあって流行があって時代遅れになるポイントってのが必ずあるんですよ。それはトラッドのアイテム、クラシックのアイテムでも同じで、トラッドのアイテムだって毎年毎年ちょっとずつサイズ感って変わってるんですよ。今トラッドのアイテムでもサイズ感って大きくなってるんで、必ず時代遅れになるポイントってあるんです。もちろんならないアイテムも一部あります。バブアーのコートだったりとか、マッキントッシュのコートだったりとか、一部マスターピースと呼ばれる長く着れるものってもちろん存在するんだけど、基本的には洋服のほぼ 90% ぐらいはトレンドがあって時代遅れになるタイミングって必ずあるんです。じゃあなんでそれが時代遅れになって起こるかっていうと、それはトレンドが気分によって構成されてるからなんですよ。そもそもおしゃれっていうのは誰かと違うからおしゃれだねっていう評価が下るわけじゃないですか。みんながいて何か着こなしが違うから、何かアイテムが違うから、あの人おしゃれだって区別されて評価されるわけでしょ。だからみんなと違うっていうのがおしゃれのまず一つ肝なんですよ。絶対前提条件になってるとかです。これは疑いようがないと思います。だってみんなと同じだったらそもそも区別すらされないじゃないですか。みんなと何かが違うからおしゃれかどうかっていう話になるわけでしょ。区別されるわけでしょ。なので差別化っていうのがおしゃれなポイントなんだけど、残念ながら差別化っていうのはコモディティ化するんですよ。
一般化するんですね。一つ優れたものがアーリースターターが早く見つけて、例えばこのシャツがかっこいいと思ったアーリースターターがこのシャツ買って着て、あの人めっちゃおしゃれだねとか、美容師さんがこういうの着ててめっちゃかっこいいとかってなったら、美容師さんに着られてる人がそれ見て自分も真似するじゃないですか。それどこで買ったんですかって真似するじゃないですか。こうやってだんだん広がってくるのがトレンドなんですよ。一番初めアーリースターター、例えば藤原宏さんとかが着て、そこからだんだん広がってって、マス層に落ちていって、最終的には量販店とか島村とかで売られるようになってくるわけですね。で、そうするとコモディティ化されてるわけだから、差別化が効かなくなるわけですよ。わかります？一番初めは差別化できてたんですよ。これ着てんの僕だけだからめっちゃかっこいいみたいな話だったんだけど、それがどんどん広がっていって、10人中9人着てたらおしゃれにならないじゃないですか。だって差別化できてないんだもん。もちろんおしゃれってのは物の価値だけじゃなくて着こなしの価値もあるんで、物だけで差別化が決定されるわけではないんですけれども、ただ物の価値っていう話をした時に、やっぱり年ごとにだんだん飽きられてきてですね、コモディティ化していって、一般化していって、価値が少しずつ下がっていって、それが時代遅れになっていく、既視感が出てきて時代遅れになっていくっていうのがあるんですけれども、残念ながらですね、残念なのかいいことなのかわからないけど、靴はそれがほぼないです。なんでないって言い切れるかっていうと、さっき言った通りだけど、ほとんどの人が買わないからなんですよ。高い革靴って基本的に普通の人買わないんです。ほとんど売れないんです。5万円以上の革靴ってほぼ売れないんですよ。だからトレンド回らないんです。じゃあ逆になんでスニーカーはトレンド回るかっていうと、スニーカーはみんな買える金額だからなんですよ。で、男の子はスニーカーが好きっていう文化があるからこそ、みんな結構スニーカーってコロコロ買えるじゃないですか。だからダッドスニーカーが流行ったかと思えば、今度はダッドスニーカーってもう時代遅れですかみたいな話になってくるわけですよ。まだいけると思うけど、そうなんだけど、革靴、普段着の革靴っていうのはほとんどの人が手を出さないところなんで、一回買っちゃえばめちゃめちゃ長く使えるんですね。で、まあいい革靴の場合って、まあいい革靴じゃなくてもできるんだけど、悪い革靴でも別に本当はできるんですけど、修理もできるんで、結構長持ちさせることってできます、革靴って。まあオールソールの交換とかまでそんなマニアックなこと別にしなくてもいいんだけど、上から貼ってくても全然いいんだけど、まあいくらでも修理ってある程度はできるので、まあちょっとシャンクがずれたとかいろいろこう問題が起こって使えなくなることもまあ、あるにはあるんだけど、どんな革靴でもある程度の長さは使えると、ある程度の期間は使えると思いますので、結構ね金額ここが投資していいとこだと思います。ただまあ5万6万7万8万9万10万とそのぐらいの金額出して革靴買って10年使いましょうって、僕はそれ正しいと思うんですね。10年ぐらい使ってその年で割ったらすごい安いじゃない。で、そしてその年で割ったら安いのに、なおかつ満足度めちゃめちゃ高いじゃないですか。なんで満足度高いかっていうと、靴になんでお金かけるかっていうと、目立つところからだからなんですよ。体の先端部分で足元って絶対視線止まる場所なんですね。僕らって立体だから、今画面で見てるから2次元になってるけど、3次元の世界だったら僕らって視線動かして人のことを確認するんですよ。で、視線が動くってことは止まる部分があるってことじゃないですか。動くってことは止まる部分があるってことでしょ。で、止まる部分ってじゃあどこなのかっていうと、先端なんですね。顔周り、腕の周り、そして足の先、この先端部分で一旦ピタって止まるんですよ。じーっと見てピタって止まるんですよ。だから足元とか顔周りとか腕の周りとかってめっちゃ目立つんです。なので目立つところにお金かけるのって当たり前でしょ。さっきの会社の話、冒頭で言った会社の話と同じ、投資効果があるところにリソースを突っ込むのって当たり前じゃないですか。強みのあるところにお金と人を突っ込むって会社の普通の論理ですよね。本当にそれは当たり前の話だから、目立つところにお金をかけるって当たり前じゃないですか。だって目立つんだから、ここに高級品入れとけば他のところが安くても高見えするわけじゃないですか。そんなの当たり前のことなのに、なぜかみんな自分の感覚だったりとか自分の価値観で、いやなんか T シャツすげえかっこいいのにしたいとか、いやアンダーウェアめっちゃ金かけたいとかってなっちゃうわけですよ。もちろんそれは趣味としてはいいと思うんだけど、ひたすら他人が見ておしゃれかどうかっていうことを考えるんだったら、目立つところにお金をかけるっていうのが一番賢い考え方だと思います。スマートな考え方だと思います。その上で靴を投資しましょうっていう話。そして靴はトレンドが回りにくいから、一回こういうの買っちゃえばぶっちゃけ10年ぐらい使えますよと。で、なおかつ10年使えば高くても年で割っていけばかなり安く感じるし、なおかつ満足度的にはすごく高いものになると。例えば粗悪なシューズ、まあ粗悪って言ったら失礼だけど、すっごい安い革靴とかを毎年買い替えるってなったら、当然その分満足度って落ちるわけじゃないですか。5000円の革靴
を買うのと、やっぱり10万円の革靴だと、10万円の革靴の方が当然満足度高いわけじゃないですか。完成度も高いし。って考えると、年で割ったら大体同じぐらいの、買い替えのことも考えて同じ金額ぐらいなんだけど、でも、満足度はこっちの方がはるかに高い。そして目立つから、ここに投資して、あとはケチってしまえば、おしゃれに見える、高級感持って見えるっていうんだったら、僕はここに投資した方がいいと思いますけども、ただもちろんいきなり10万とかの革靴買えって言われても結構大変じゃないですか。5万でもきついじゃないですか。だから今年は安いの買って、例えば僕も前革靴やったけど1万円ぐらいで革靴やりましたけど、例えば今年はそれ買って2年間それで我慢して、その間にお金を貯めて3年後にこういう5万10万のやつを買うとかってのもいいと思います。全然別に僕は安い革靴を否定してるわけでは全然ないです。ただ賢いのは多分高いの買った方がいいと思うよ。多くの人にとってはそっちの方がスマートだと思うよっていう話なので、でもお金いきなり出せっていうのも大変だと思うから、 GU の革靴で、まあ見れるものでね、なるべく見れるものをチョイスして、それで延命阻止というか1年2年それで頑張ってお金を貯めて3年後にいいのを買うっていうのが、まあ賢いんじゃないのかなというふうに思いますね。特に革靴は、まあこういうストレートチップだったりとか、こういうブーツだったりとか、まあ長く使えそうなシンプルなデザインのものっていうのを選んであげたりするともちろんいいと思います。なんかすごいゴテゴテのデザインのものとか買うと、それはトレンド的にちょっとねあれだったりするんで、癖が強かったりするので、なるべくシンプルなものでいいものっていうものを、まあ一足でいいんで買っておくと非常に便利だと思いますね。さあ続いてバッグです。バッグ類は、高いの買って大丈夫です。これ話超簡単です。さっきの靴の話の繰り返しになるんで、めちゃめちゃ話簡単ですね。まず、バッグ、ご存知の通りですけど、男性はほとんどバッグ持たないです。なんでバッグ持たないかっていうと、まあ街のカフェにいて男性歩いてるの見てればわかると思うんですけど、基本的に男性って手ぶらで歩いてる人多いんですよ。めんどくさがりなんで。女性はね、バッグいっぱい持ってるから、バッグのトレンドってぐる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 回るんですよ。高いバッグも女性は結構買っちゃうから、セリーヌのバッグが流行ったと思ったら、今度はディオールのバッグが流行って、今度はロエベのバッグが流行ってて、コロ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 変わっていくんですけど、ただメンズの方はですね、ほとんど持ってる人がいないんで、バッグでお金かけてる人なんてほぼいないです。10人中1人もいないぐらいのレベルで少ないので、なのでバッグはですね、1回買えばトレンド回らないんで、そのままずっと使えます。こういうシンプルなレザーバッグとかでもいいですし、このルイ・ヴィトンのこのトラベルバッグなんて僕ずっと使ってますから、こんなんだって10年前でも20年前でも全然変わんないじゃないですか。ルイ・ヴィトンって僕の MV チャンネルでも紹介した通りだけど、150年間同じものを売り続けてるんですよ。それでも入荷待ちで買えなかったりするぐらい人気なんですよ。だから全然トレンド回ってないんだから、一回投資していいの買っちゃえば一生レベルで使えるのがバッグだと思います。でなおかつさっきも言ってた、目立つのは先端部分って言ってましたね。頭の先、足の先、あともう一個なんて言ってました、腕の先って言ってましたよね。バッグって腕で持つものですよね。だからバッグって結構目立つんですよ。こういうミニショルダーとかもサコッシュはトレンド回ります。サコッシュは安いから、3000円ぐらいの安いサコッシュとかいっぱい出てるじゃないですか。だから街中サコッシュだらけになって、サコッシュってやっぱりトレンドがしっかりあるんですけど、レザーものである程度の金額がするものっていうのは基本的にみんな買わないんでトレンド回らないんですよ。でもこういうボディバッグでいいの買ってあげると、本革のものとかを買ってあげたりすると、ボディバッグってこうやって体の前でかけるじゃないですか。そうするとアウターあたりとかトップスの面積抑えてくれて、ここが目立つようになるので、レザーのこういうボディバッグってのは意外と目立つから、これ持ってるだけでユニクロの服がユニクロじゃなくなって見えるんで、ユニクロの服がいきなりグラフペーパーみたいに見えちゃうから、そういう効果があるから、僕はショルダーバッグとか結構高いの買った方がいいと思います。具体的に何買えとかっていうのはまた別の動画で紹介しようかなとも思うけど、別にそんなに僕の好みに合わせなくてもいいと思います。ZOZO とかで見てもいいし、伊勢丹とか行ってもいいし、いいレザーバッグなんて山ほどあるので、探そうと思えばいくらでも出てくるので、それは自分の個性で考えても全く問題ないと思うので、高い買い物だからね、自分の本当に納得したものを買った方が僕は絶対いいと思うから、ぜひ一度足を運んで見に行ってみるのがいいかなというふうに思います。でレザーバッグもどのぐらいの金額のものを買えばいいかっていう話もあるんだけど、レザーバッグはね基本的に売れないんですよ、メンズって。買う人が少ないんで、どうしてもお金高くなりがちなんですね。レディースのバッグだともうちょっと安いんだけど、メンズはそもそも買う人口が少ないからこそ、客単価上げるしかないから、ちょっとこう値段が上がってしまってる高いものが多いんですけど、例えばこれも20万ぐらいしちゃうし、これは僕のオリジナルだけど、それでもやっぱ2万円台とかになっちゃうんですね。
ね。なので結構値段高くなっちゃうんだけど、まあ目安としてはやっぱり、4、5万ぐらいは出してくれるとすごくいいのが買えるし、まあ本当にあのお金投資するんだったら、10万ぐらい出してくれればですね、かなりの期間使えるものが、手に入ると思います。なので、まあそのぐらいの感覚で探しに行くのがいいかなというふうに思います。はい、最後はストールです。ストール類はですね、話同じですね。目立つところ、先端部分、顔周りの部分ですね。皆さん人と話すときどこ見て話しますか？大体相手の顔のあたり見て話すでしょ？誰だって。なんか相手のこう股間とか見て話さないでしょ？そしたら変態じゃないですか。頭だったりとか顔を基本的には見て話すわけじゃないですか。って考えると、この辺の小物ってめっちゃ重要なんですよ。すっごい大事なんです。だからここにお金をかけとくっていうのはめちゃめちゃいいことでですね。例えば、アルパカの生地だったりとか、ウールの生地だったりとか、いいストールをなるべく買っておきましょう。1個で全然いいです。大判のいいストール、こういう無地でいいんで、無地のストールとかを1個買っておけば、完全にね、高見えしますし、全然長く使えます。で、レザーバッグも革靴も長持ちするし、ストールも大してそんなにダメにならないんですよ。だって巻いてるだけじゃないですか。基本的にはその洋服と違って袖通したりしてるわけじゃないから、シワもそんなにつかないですし、全然ダメージも受けにくいので、長く使えます。まあ、毛玉が出る時とかってのはちょっとあるけど、そんなん毛玉カッターでチャカチャカチャカってやっちゃえばいいだけなんで、別にそこまですぐダメになるようなものではないから、いいのを1個買ってですね、長く使うってすごい大事なことだと、これもそうなんですけど、結構長く使ってるんですけれども、いいと思います。で、なおかつストールっていうのは、巻いてあげると小顔効果が出ます。まあ、ストールの巻き方とかマフラーの巻き方とか MB チャンネルの他の動画で紹介しましたけれども、こうやって巻いてあげたりするとですね、顔もちっちゃく見えて、顔がちっちゃく見えるとスタイルって基本的に綺麗に見えるんで、八頭身っていう通りですけど、頭の形ってちっちゃくなればなるほど対比で手足って長く見えやすいんですよ。だからモデルさんって顔ちっちゃいんですけど、顔をちっちゃく見せると意外と何でも様になって見えるので、大判のストール巻くと顔ちっちゃくなってスタイルよく見えるから、でなおかつここに高級感のある、例えばそのアルパカだったりとかアンゴラだったりとかウールだったりとかシルクだったりとか、そういった素材のものを入れてあげると一気に高見えします。これね、メルマガで前、僕毎週日曜日メルマガやってるんですけど、メルマガで一回検証したことがあって、 GU のめっちゃ安いナイロンのコート、本当にね、ペラペラの素材のやつがあったんですけど、そこにカシミヤのマフラーを入れるのと入れないので、どのぐらい印象が違うのかみたいなのを調べたことがあったんですけど、マフラーカシミヤ一つつけるだけで一気に高級感のあるコートに生まれ変わるんですよ。だからストール一つで全然印象ってマジで変わるんで、結局だって僕らが見てるのって顔周り見ながら話するわけだから、ここが視線の大半なわけなんじゃないですか。もちろん先端が重要なんだけど、足元も重要なんだけど、ここの辺って結構でかいんですよ、印象としては。だからこの辺なんてこうボケてこうサイドで見てるだけなんだから、ここに高級感のあるツヤ感のあるマフラーとかストールとかを入れちゃえば、簡単に高見えする、全体が高見えするんですね。なのでマフラーはケチんない方がいいです。ジョンストンズのカシミヤのマフラーだったりとか、まあ何でもいいんですけど、ファリエロサルティのストールとかでもいいし、ピアセンサとかでも何でもいいんですけど 2、3 万は覚悟してください。2、3万覚悟していいストールを1個買って、5年6年使うっていう考え方にすると、本当に洋服はケチれます。マジでクソ安い洋服でも高見えするので、もういいですか、ちょっとまとめますけど、バッグと革靴とストール、この3つを投資しておけば、はっきり言って普通のヘインズの T シャツが全然ヘインズじゃなくなります。ヘインズの T シャツがジョンスメドレーの T シャツになるし、エドウィンのデニムが、ディスクエアドになるし、まあそういうなこと言ってるとあれなんだけど、ちょっと言い過ぎなんだけど、ただでもそのぐらいですね、小物こだわって、その目立つところの小物をこだわると、洋服っていうのはかなり高めさせることができます。正直まあユニクロとか GU とかでも全然洋服っていいの出してるじゃないですか。だから洋服でお金かける必要ってもうはっきり言ってないんですね。まあもちろん洋服好きの人からしたらお金かける意味もあるし、僕もその一人だから全然それでいいと思うけど、それはそれで素晴らしいことだと思うけど、文化として素晴らしいことだと思うけど、まあみんながみんな洋服に興味を持つべきとは僕全く思ってないし、ファッションより大事なことって山ほどあるじゃないですか。人生において、例えば人間関係だったりとか、自分の家族だったりとか、仕事だったりとか、大事なことって山ほどあるじゃないですか。そういった時に、ファッションってじゃあどのぐらいの優先順位なのって言われると、ファッションの優先順位が高い人は、それはいろんなものを買った方が楽しいと思うんですよ。当たり前だけど。マルジェラ買った方がもっともっと深いところを知れるし、ディオール買った方が面白いと思うし、何でも面白いことってあると思うんだけど、ただ優先順位がそこまで高くないんだったら、ファッションってのはそこそこに抑えて、ただ全くファッション
ッションって何もやらないと見た目で損することがすごく増えてくるんで、最低限やった方が僕はいいと思う、幸せになると思うんですけど、例えば人間関係過ごす時も、大事な人となんかこう、デートに行く時とかでも、やっぱり着こなしがいいか悪いかって全然テンションも変わるし、相手の気持ちも変わってくるじゃないですか。だからファッションってのは多少はやっぱりこだわるべきだと思うんだけど、優先順位がそこまで高くない人にお金を出してくださいっていうのはファッション屋のエゴだと僕は思うんですね。なのでそれは別にしなくていいと思います。好きな人がやっぱりお金をかけるべきで、好きじゃない人はなるべくお金をかけずに、なるべくかっこよく見せるっていうことを提示するのが本当にファッション屋として正しい行動だと思うので、僕はファッションに興味がないっていう人はこの3箇所になるべくお金をかけていただいて、あとは着こなしを頑張るだけでユニクロとか GU とかでも全然問題ないという結論にさせていただいており、それを7年ぐらいずっと言い続けております。よろしければ参考にしてみてください。はい、ちなみにですね、僕は毎週日曜日、メルマガを配信しております。毎週5万文字でこういうファッションの情報だったりとか、 Q&A、 コーディネート診断、おすすめアイテム、ファストファッション、マストバイなどいろんな情報を配信しておりますので、もし興味があれば概要欄の方にメルマガの登録フォームが、メルマガの登録フォームがありますので、ぜひチェックしてみてください。みーちゃんで普段ファッションロジック、豆知識、商品紹介などなど行っておりますが、美容の話や AGA の話など男性を総合的にサポートするチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。ちなみにこのシャツすごいいいです。エクストラファインコットンブロードのストライプシャツなんですけど、 4XL で着てます。なんか醸し出す 1LDK 感。